また来ました、カットボールチャンネルです。これお前どうしてた、この粘着、粘着っていうか、やっぱメダルボールって滑るやんか。だね、なんで滑るの。なんかピッチャーに対しての規制が多すぎるよね。多すぎるよね。ほんでピッチャーがどんどんそれにクリアしてくるとバッターが打てなくなるとっていうから、うんね、飛ぶボールにしたりとかって。誰かこの発言は俺はダルの味方の方だな。いやほらそうでしょ、うん、ピッチャーから言ったらそうだよな絶対、うん、でも使ってたよね。使ってた。俺いろんなこと前何試したの。俺もう最初の数ヶ月はこれって放送できるのかな。できるできる。だって別にそんなそうでも使ってるからって。松ヤニはでも絶対ダメだったよな。松ヤニはあの短かったら大丈夫だよ、ね、うん、僕の最初アトランタブレイブスに行った時の、バーネットっていう仲良かった友達が、お前ここまでしなきゃダメだよって言って、何しとんかなと思ったら、あの手にボールがくっついてそのまま落ちこんかったね。こうやって俺もだけど俺は松ヤニ使ってないけど、俺はそのいろいろ使ってるやつをこうやってこうやったらここからボールが出られないねぐらいやってた。そうそう。ほんであのそのバーネット君はもうあのひげも伸ばしてた。あ、ひげにもつけてた。そう、ひげにもつけて、帽子も後ろと前もつけて、ね、ここだけ濡れてるやつとか結構そうそうそうおるじゃんね、うん、だからね、それはでもバーネットは中継ぎやったから、うん、一瞬だからいいじゃん。俺もそういう感じのことをあのやったら、あの一つのピンチで時間がかかりすぎて1イニングが、うん、汗で流れていって全部先発ってさ、チェンジだったらすぐ行くもんな。またなんか新しく作ってで、またチェンジだったらやってたね。そうそうそう。あのさ、あの日焼け止めのやつな、あの緑色のやつ、スプレーの方、スプレーの方な、うん、あれみんな使いすぎるとさ、あの最後の上のキャップのこのシュッシュのとこカッカチになってさ、なんかこう押してんだけど出なくなって、あもう時間ない、もう時間ないから今のにうわー言ってな、やった焦って。俺やった。俺でもそれ使ってやってない。俺ね、色最初雨から入ったね。まずはうん、俺違う。何、俺あの日焼け止めのジェルみたいなやつがあって、うん、そうなんだ。スパイクのここにつけてた。あ、俺もね最初やった。そしたら汗で流れるやろ。焦りというか、ユニフォームの試合が経つにつれてやっぱり時間が経つとカッカピなので意味がなくなって。そう、ほんとね、やるよね、いろいろね。俺、ベルトにもしたよ。あ、そう。ベルト最高だったよ、最初。俺、帽子のつばとか。やっぱやるな。みんなやってるやるよ、そりゃ。やらんと。だって完成形はどんなやつだ。完成形自分の最後のこれだっていうやついや、まあ、やっぱり標準やな。俺もいろいろ試して日焼け止めと、あの何なロジンバッグ。ああ、うん、俺気温が3度とかでも半袖で投げてたわけよ。ああ、それは半袖じゃない、無理やもんな。あのここにつけてたわけ。そう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 。だから半袖で投げてるやつはみんなここに何かつけてるついてるよねそう、そりゃそうやんな、うん、で、タズいつも、うん、あいつは長袖っていうか七分ぐらいかな、うん、あいつボールこうもらうやんか、うん、こうやんねん。あ、お前 100% 分かるやん指先だけやつつけます。こうやって変化球が少ない人は指先でいいよね。テレビ映るからあいつそれやるなって言われる、うん、もうバレるから、うん、ていうかもうバレてるけどね、うん、みんなバレてるよ。だってグローブの紐のあの最後長いの、そうそうそう、あのために長いのみんなこのもつけてる。あそこにこのベトッとしたのがあの昔のあのハエを取るなんかあるくっつけやつ、くっつけやつ、肺がかっていい。あんな感じでベトッベトッベトッってやるもんな。あの紐でみんなあの試合前にな、なんかちょっとやってさ。そうそうそう。だから下地に日焼け止め塗って。そう。俺、シェービングクリーム。あ、シェービングクリームやった。あれでもすぐ乾くでしょ、なんかスパーって。その2つを配合させて。今日これね、配合が微妙に違うね。雨の日と晴れの日で変えなきゃいけない。すごいよね。これも。だからもうあの。で、あとそれはロジンで調整する。あ、そう。もっと早く言ってよで俺髪の毛に俺もシェービングクリーム、そうやってよ。俺皮膚病なんて未だに治らんからね。やっぱね、つけてね、ボールをこうやってやると、うん、この手が真っ黒になってくるじゃん。
なるね、真っ黒になって、今度面倒くさいことに、トレーナールーム、まあ、いわゆるその試合後に、試合後ね、今度それを汚れたやつを取る液体がある。そうそう、アルコールつけて、染みてきて、ほんで30分ぐらいかけてこうやって取るんだね、あれな、これは何をやってんだろう、青いやつ。青いやつ液体が。アルコールのやつ、ここ塗って、上こう取って、ね。そうそう、こうやって取ってやって、そしたら、手が荒れてきて、今度いたずらもちょっとしたいんだけど、いたずらしすぎて手も荒れるし、どっちを選ぼうかななんて言って、最終的にブルペンで練習するときはもうつけれない。そこでこんなことやっちゃうとっていうなるから、試合の瞬間でなってできなかった。なんかちょっともうそこがもう疲れてきて、なんかやるのはつけてんのに俺投げへん日とかあるやんか。そうそうそう、作り損壊と思いながら、そうだキャッチボールとかな、いや練習の時だけつけへんけど、キャッチボールとかやったらもう常に芝触っとったよね、ヌートン芝触ってちょっとでもなんか水分があれば水分があればな、引っかかるっていうかいい感じになるからね。結構やっぱ怪我の原因になるとも言われてるじゃないですか。いや滑って全部バッターの頭とか行ったら行ったりね。だから俺も検査関節外れたからね、滑って肩がパカってボールが、なやっぱちょっとこれはでもアメリカがボール変えろったってそれ今度無理やしな。変えへんにやったら今のままでやるしかないよね。ダブル A とか行ったことないでしょ。そういう経験ないじゃんね。トリプル A までトリプル A までじゃん、うん、ダブル A 行ったことあるんだ。やっぱダブル A って来ると何が起きるかって言ったら、俺ねメジャーリーグってすごいのが、よくメジャーリーグってそのだんだんこうメジャーリーガーになります、トリプル A、ダブル A ってその野球のレベルだけかと思ったらボールの質も変わってきた。ダブル A ぐらいだったら日本のボールとほぼほぼ一緒。投げやすいやろ。うん、だからいたずらせんでもいい、うん、でトリプル A だけどちょっとそろそろメジャーの準備してくださいのボールにちょっとなってくる。でもお前がダブル A とかトリプル A 投げるときってメジャーのボールを使わせてくれたやろ、リハビリとかで。いやそうなんだ、ダブル A なんかでやる、なんか 俺のダブル A 知らんでしょ。知らん。12歳ぐらいの年下の子にやで、一緒に野球やっとって、で打たれて2人ぐらいでこうベンチ帰ってきたら弱い、ここやと。俺もアメリカから消えますと思った。打たれてベンチ帰ってきたら、ケケお前はここだけの問題やと、もっと向かっていけ、年下に。12歳下やで。もうこの時に俺はもう消えていこうと思って逃げちゃダメだと。俺一番下 のルーキーリーグ投げたことあるで。それはリハビリやん。リハビリ俺もそれあるよ。なんかキャンプ地でね、投げるじゃん。もうルーキーリーグのボールなんかもう社会人のボールみたいな感じだもんね、もう。いや、リハビリやったからもうメジャーのボール使っていいよ。そう、そう。ヤンキース時代じゃないですか。しかも、ルーキーリーグやのに、3アウトで交代やん、野球って。球数少ないから、俺4アウトとかなってたもん。これ、もうルールめちゃくちゃやろ。俺もルーキーリーグの時に、肩ちょっと壊してて最後の年ちょっとリハビリでって言ってな、で相手がヤンキースのルーキーなんだわ、うん、ね、ルーキーリーグでやる球場って80メートルぐらいしかないでしょ。キャンプ地とか使うよな、うん、俺びっくり、こんな狭い、うん、って言ったら8本ぐらいホームラン打たれてさ、余計怪我してさ、すこすこストレートは打つんだな、もうこっちはリハビリ当番だけどんだけど、もうどんこれも入るのあれも入るの打ってもうだからね、でもその時は僕はコーチみたいになったっけ、そのメジャーリーグのボールじゃなくてそのルーキーのボールしかダメだったけどね、もうレベルが違うからね、僕はね。いやでもやっぱこの滑るのはこれは、ね、俺らはダルの味方だよね、うんうん、まず日本に来る助っ人外国人が最初グローブに唾入ってこんなことやってたよ、うん、ね、うん、何やってんのかなと思ったらあっち行ってようやく分かったよね、滑らんように、うん、グローブの中が滑るから、グローブに、うん、滑らんようにするためにベトッとする中で遊ばんようにね、そうそう、まあ、こんなことするんだとボール変えたらいいのになっていうってなるよな、そうなるよな。今後の課題はそこじゃないんだ、ボールを。でもさ、この取り締まりってさ、すごい実績のある人しないじゃん、ちょっと微妙なこれからの人とか、そういうちょっと差別化があったよね、やられる人って選んでしょ、かなりもう200勝ぐらいしてるピッチャーにいちいちそんな取り締まりなんかしないでしょ。メジャーそれあるよね。え、これ
ドーピング検査もそうなんですよ。あれ毎回だったよ。もう、ね、一流のやつってされへんよ。もう飛行機、そろそろ飛行機の ID 出しなさい言う時に、おい KK ストップっつって、今日トイレとか言って、マジかいや俺もだから俺さっきしたばっかりやんかと思いながら、ボストン時代3日連続あったとか、3日連続とかあったよ。で俺言ったの、3日でやっても出えへんやったらもうアテンダンスって。俺そう本当にあのちょっと活躍しだすと、活躍した選手すごい疑われる。日本でもドーピングやった時にタイロンがやたら打っとき、タイロンがなんか3回連続かな選ばれた。そう、そうなるよね。偶然だと思うんだけど、いやタイロン経験ある、まね、あるないよね。タイロンはほらアメリカでやってる経験があるから、そんなんないだろうって話になって、まあそういうのもあったけど、まあいろんなね、そのそういう制御をかかってくるんだろうけど、まあこれボールだけはね、じゃあね、これはちょっと、もうちょっとピッチャーもバッターもじゃあ公平にやって、公平にやっていって、やっていけばいいと思うんで、まあダルの言うことに間違いないです、はい。古田さん、オールスター組んだ時はもう感動したね。すごいよ、こんなね、まあなかなか浩二と話がまとまらないいや、まとまらへん原因お前やろ